はい、皆さんおはこんばんちは、ジュアです。はい、今回の星ドラのイベントは、ハロウィンイベントということでね、今回のハロウィンイベントはね、敵が会心攻撃をいっぱいしてくるので、会心耐性を、積んだ装備でいきたいということで、装備はこんな感じですね。獣王の冠、これだね。獣王の冠で、これ会心暴走の極意弱と会心ダメージ軽減弱、そして一応紋章としてボストロールの紋章で 5% 減、まあ、これで 20% カットができるので、これを装備している。そしてね、他に、会心をね、減らしてくれるのは、一番ベストはメタスラの冠、ハグメタの、冠なんだけど、まあ持ってないんで。で、あともう一つね、チェイサーバンド。チェイサーバンド。よっ。ね、これ、チェイサーバンド。これも、会心ダメージ軽減弱があるんで、これ 20% カット。もう全く鍛えてないけど、それでもこれを装備した方が有利。そして他の部分としては、混乱耐性。まあ、ミラクルボディつけてるけど、オルゴーの鎧がね、混乱ガード中ついてるんで。そしてバラモスの紋章でさらに混乱耐性アップ。下半身は別に割と何でもいいかなっていう。そしてアクセサリーに、理性のリングで混乱耐性を上げ、ヒュンケルの魔石で、これを会心ダメージ軽減だね。で、残り1人も、理性のリング。そして、これ、黒羽の鎧。これもね、一応混乱耐性がついてるんで。ということで、会心とね、混乱の、耐性をつけていきましょうと。まあね、この賢者の奇跡はアバンのメガネでもいいんだけど、まあまあまあ、まあ、混乱しないことを優先したいと。プラス賢者の奇跡で回復も持っておきたいということで、この装備でいこうと思います。はい、じゃあそれじゃあ早速いこうか。クエスト、ハロウィンデーモンがやってきた、ね。そしてこれのね、ミッションが道具を使わずクリアっていうのがあってね、つまりよ、まあ、選んでちょっとね、フレンドにね、ハグメタ冠つけてる人がいたから、その人に手伝ってもらうとかなり楽。3人連続で会心が重ならない限りは死ぬこともないっていうね。そもそも 70% カットだから、全部来てもね、1回分しか食らわないっていうのがね、やはり美味しい。おっといてた、ハグメタの兜ね。ハグメタの兜じゃん、冠、冠。あ、いた。はい、ハグメタの冠持ちさん。そして道具を使わないなんで、復活の石を持っていってると、もし死んでしまった場合に強制的に使うんで、道具を使わないよう狙っている場合は持っていかないようにしましょうと。まあ念のため天使の鈴は持っていくべきなんだけども、まあそれもミッション狙いによるね。はい、ということで、これでいきましょう。そしてこいつは、耐性としては、一番いいのが、混乱耐性。マルチで行くときはケーキセットがいいけど、まあショートケーキ、パンケーキあたり。俺の場合はもう混乱耐性結構マシマシなんで、普通にパンケーキでいいかな。はい、ということでね、これでいこうと思います。それじゃあレッツゴー。まあ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 、雑魚戦はね、消化試合。あ、ハグメタ冠装備してるけど、レベル上げ中なのか、賢者レベル37じゃないか。でもね、これでも多分ハグメタ冠つけてる方がよっぽど強いと思う。それぐらいね、軽減率 70% はでかいっていうのがわかるかな。
他のキャラクターたちもね、あの軽減率優先して強化もしていないチェイサーバンドだからね、もうボスに合った装備っていうのがどれだけ重要かが分かってもらえるかどう思う。まあボスまではちゃっちゃと行きましょうか。お、さらにデフォマラーも持ってるじゃん、いいね。はい、OK。まあ、これで最善の状態で戦いを挑める。まあ、まずはおっと、もらえるものはもらっておこう。はい、来ました、ハロウィンデーモン。かぼちゃかぶってるよ。あ、ちなみにね、あのかぼちゃはね、男だと目が三角、女だと目が丸っぽいんだよ。デーモンのいたずら。はい、127。まあまあ 20% カットだからね、170ぐらい食らうのに比べると。でとりあえずこの痛恨の惨劇は、ね、防御で耐えましょうと。まあちょっとぐらい与えとかないとね。まあ大事に戦っていきたいところ。3ターンだからな、まあ、持つかな。ちょっと際どい気もするけど、よし。あ、間に合ってないけど、まあまあ 70% カットだから全部来ても大丈夫。まあ、22。もうそれだけあの兜がある方がいいという、兜じゃなくて冠か。さあということで、どんどんまたいでいこうかな。もう防御する必要ないレベルだからね。アークブレーで、まあ可能ならばこうやって防御していきたいね。これが混乱攻撃。いや違うな、全然違うかったわ、嘘ついちゃった。まあ、痛恨の惨劇ね。これ俺今3発来ると死ぬから、事故るときは事故るんだよ。事故る事故る事故る。もう同じキャラに3回来ちゃったらもうそれはどうしようもないから、次ぐらいで一気にいっちゃいたいね。次相手が防御だね。これあえてわざととっととまたいじゃうかな。これで、全員が強制的に、休み状態。混乱の方は大丈夫だった、だが相手は防御、ね、最終ゲージになったら少しの間待つ。でこれで相手が防御なんで、全員が休み中に痛恨の惨劇されることがなく、はい、このまんま余裕で早く治れ。よし、まあもう7ターンになっちゃったんでね、まあ一度にね全部目指さなきゃいいだけの話なんで、アイテム使いながら倒しちゃったら楽だし。はいはい、じゃあ決めちゃいましょうか。あれ今気づいたけど賢者に治ってない。まあいいか。はい、フィニッシュ。うちのアクアが賢者になってなかった。レベル上げの魔法戦のままだった。連続呪文ないぞって思っちゃう。はい、しかし何はともあれ、完了です。まあこれはね、もともと去年にね出されてたミッションなんで、去年はねあんまり会心軽減の装備とかなかったんで、アビ共感だったみたいだね。誰か死ぬとか、死んだらアイテム使われるから結局ミッション失敗するみたいなね、そんな感じでだったけど、まあまあ今年はね、 大の大冒険イベントとかでヒュンケルの魔石とか、ね、まああと紋章の会心軽減、あとチェイサーバンドに獣王の兜等もあるので、割とね、楽に行けるようになってるかと。まあ一度に3つのミッションをこなそうとするんじゃなくて、ちょっとずつやればいいんじゃないかな。そして会心軽減の装備が、どうしてもないという人は、まあこれから先会心してくる敵も多分多いと思うので、これね、ドラゴンクエスト、4勇者装備、これがね会心ダメージ軽減弱ついてるんで、プラス、フル改造で72って割と守備力もある方なんでね、
さらに回復盾がないならば、このドラクエ4盾が、80回復する回復盾なので、まあドラクエ4イベントを、ね、常設イベントだから回して盾と頭を貫突目指すと、将来的に会心攻撃がきついボス来た時も、楽になるかもしれない。まあもちろんベストは、メタスラの冠、ハグメタの冠さえあれば余裕ね。22だったからね、食らったダメージ、あれだね、ガイアラの鎧かな、上持ってたらゼロじゃん、30軽減したらゼロじゃんっていうね。ということでね、今回、ハロウィンイベントは見ての通り、ね、守備力よりも、まあ、確実にこの、ね、頭のチェイサーバンドの 20% カットの方が美味しい。基本食らう攻撃は全部痛恨の一撃なんで。そして、理性のリングとオルゴーの鎧とかで混乱体制をして、さらに食事も混乱体制だったんで、混乱には一度もならなかったっていうね、まあ、まさしく体制の重要性が分かるイベントだったと言えるだろうと。まあね、ここでね、福引きとかしたら楽しいんだけど、ね、ちょっと2周年で全部ジェム使っちゃって、また今ため直し中なので、今回は福引きはなしです。はい、ということで、今回はこのね、ハロウィンイベント。ちなみに、これはマルチと、マルチとソロは、違うので、はい、マルチはマルチで頑張りましょうと。ね、マルチはなんと5ターン以内だぞ。まあちょっと残念なところがね、スタンプにね、あの道具を使わないでっていうのがないんでね、まあまあミッション狙ってますで分かってくれるでしょうと。分からずに、アイテム使われた場合は残念だったとしか言いようがないのでね、ぜひとも早く、ミッション狙ってます、道具を使うなというね、スタンプもしくは作戦を追加してくれることを祈りましょう。はい、というわけで今回はハロウィンデーモンを倒せでした。それでは、これで終了します。また次のイベントでお会いしましょう。それではさようなら。